お疲れ様です。確かにね、経営っていうのは出と入りを考えないといけないですからね。それから集客もアフターフォローも集金もしないといけないんで、様々な人間が生きる要素をはらんでると思うんですよ。で、その経営を成り立たせる一番のエネルギーってやっぱり欲望なのかなと思うんですよね。あれもしたい、これもしたい、あれも食べたい、これも食べたい、こんなものも見たい、そういうものも見たいっていうふうに欲望があればあるほど、その固定費って上がってくるわけじゃないですか。その上がった固定費をどのように賄っていくかっていうエネルギーと、使う分が少ないからあんまり知恵働かせなくていいよね、動かなくていいよねっていうのも、それも一つの知恵ではあると思うんですけどもね。でも思いつく限り、生きてる限り欲望は叶えて、一つ一つ夢を現実にしていきながら、死を迎えたいかなっていうところありますよね。で、そうなるとやっぱり経営だけじゃ間に合わない部分もあるんで、やっぱこう投資っていうね、金持ちはみんな投資してるんですよね。だからどんな靴を履けば速く走れるかっていうのと同じぐらい、どれを収入の柱に選べばいいかってこともまた一つなのかなと思うんですよ。もちろんビジネスもするし投資もするっていうふうに、できる限りのことをね、混ぜながらやっていくっていうふうに、できればいいんじゃないかなと。もちろん投資が向かない人、商売が向かない人、様々なんでね、答えは一つではないんですけども、その人それぞれの答え、その時期に応じた答え、世の中に応じた答えっていうのが常に変化しているのかなと思いますよね。私もだからセルフバッグが最良の答えだった時期もあるし、転売が最良の答えだった時期もあるし、 YouTube が最高の答えだった時もあるし、暗号通貨が最高の答えだった時もあるし、様々ですよね。でも車の維持費っていうのは結構かかるんですけども、それこそね、今回も25万ぐらいが車の税金だったわけですけども、車検費用っていうのはそれぞれにまたかかりますからね。そう考えていくと、簡単にね、車だけで年間200万とか300万とかかかっていくんですよ。それに加えて子供も育てないといけないですしね、その経費も今ですらもう、毎年200万ぐらいかかってるんで、5、600万ぐらいは自分が使わなくても出ていくってことを考えたら、なんかいつの間にかね、麻雀店の経営よりもね、稼がないといけなくなってきたみたいなところありますけどね。だから本当1000万ぐらいポンと出ていくような感じですよね。なんと言いますか、全てをね、やっていこうと思ったら、あれこれせにゃいけんですね。稼いでいくぞって感じですか。また、なんか新しいエネルギーが出てきました。いってらっしゃい。